どうもこんにちは、世界的 VIP 健栄です。さあね、僕ね、ずっとブログやってるんですけど、ハテナブログっていうのをね、もともとやってたんですけど、ハテナブログからワードプレスにね、変えて半年経ちました。さあ、半年経った感想をね、述べたいなという感じに思いますけどもね。まずね、いいです。めっちゃいいです。まあ、何がいいかというと、拡張性がいいですね。プラグインっていうのがあるんですけど、自分のね、いい感じにね、カスタマイズできるんですよ。この機能を入れたいなと思ったら、そのプラグインっていうのを追加してね、カスタムしていけばいいし、あと自由度が高いっていうところですね。本当に自由ですね、ワードプレス。自分の思ったようになんかいろいろ配置とかね、レイアウトとかいろいろできますんで、あ、これはやりやすいなと思いましたね。あとはね、サイト構築が簡単だっていうところなんですよ。めちゃくちゃ簡単ですよ。ハテナブログも結構良かったんですけど、ワードプレスの記事書くじゃないですか。記事書くときに、書いたことある人ってわかると思うんですけど、めっちゃ書きやすくないですか？すごい書きやすいんですけど。例えばね、普通になんか文字書いて、画像を貼り付けてとか、いろいろね、文字の色変えてとか、なんか斜線引いたりとか、サイズ変えたりとか、吹き出し入れたりとか、めっちゃ簡単なんですよ。僕一番感動したのが、吹き出しですね。吹き出しの入れ方がこんな簡単なんだと思って、それも乗り換えたきっかけでもあるんですよね。だから、サイトの構築は簡単だなと思ったのが一番ですね。まあ、メリットはね、こういう風にね、メリットはね、たくさんあるんですけど、当然ね、デメリットもあるんですよ。まずね、難しい。初めてワードプレスを扱います。全くわかんないですからね。あれこれどうやってやるんだっていう感じで、まあ、調べるんですよ。当然調べるんですけど、いまいちわかんねえっていう風になるんですよ、最初。で、ああ、こういうことかな、やってみよう、カタカタみたいな感じでやるんですけど、違うんですよね。あれうまくいかねえな、みたいな感じが何日か続きます。なんで、無料ブログの時に比べると、ものすごい解説に時間がかかった。これがね、苦い思い出ですね。ほんと3日ぐらいかかりました。あとはまあ、お金がかかるというところですね。これはまあ、しょうがないんでいいんですけど、まあ、デメリットに感じる人もいるのかなと思います。まあ、無料ブログから有料ブログに変えたってなると、確かに、あ、お金かかるんだって思っちゃいがちですけど、しょうがないですよ。お金かかるんですよね、いくらか。レンタルサーバー借りなきゃいけませんし、僕の場合だと独自のメイン設定をしてるんで、それもお金かかってます。なので、お金払ってブログやってるって感じなんで、結構ね、頑張って記事書こうとしてるんですよ。一緒に、まあ、書かない日もあるんですけど、無料の時と比べて気をつけて書こうってね、してるんで、意識としてはいいのかなという感じに思っております。まあ、当然ね、最初ですよ、最初。まだ半年ですから、そんなに見られてるわけじゃないんですけど、まあ、始めたぐらいの時って、全く見られないじゃないですか。きついっすよね。さあ、一生懸命長文書いたぞー。誰も見てないんですよ。きついねっていう感じで心が折れそうになるんですけど、それでもやってるんですよ。で、まあ半年経った今なんですけど、これがね、ありがたいことにね、見ていただけてるんですよ。アナリティクスとか見ると結構ね、データとか出てるんでわかるんですよね。あ、見てくれてるって思うと頑張ろうってなりません？すごい嬉しいんですよ。あ、よかった、半年やってきてよかった。まだ別にそんなね、めちゃくちゃ見られてるっていうわけじゃないんですよ。まあ全然なんですけど、ゼロじゃない、とりあえずゼロじゃないってことがね、一番嬉しいですね。当然僕もね、収益化してますし、いくらかありがとうございますっていうのはいただいてるんで、これはね、原動力になっておりますね。一生懸命記事書いて、まあ思ったことを、僕の場合は今のところね、まあ、YouTube と同じでガジェット系のブログを書いたりしてます。まあもちろんね、それ以外も書いてるんで、よかったら、ね、見ていただきたいなと思うんですけど、結構思ったことをね、自由に書いてるんで、いいかなと思います。で、まだまだね、まあブログの知識、まだ勉強して、これからもっと知識をつけて、いい作品をね、書けるようにしていきたいと思ってるんで、例えばブログの書き方だったりね、まあ初歩的だと思うんですけど、そこら辺をね、しっかりしていって、読者が読みやすいような書き方とか、見やすいような工夫をするとか、フリー素材の画像ばっかりを使うんじゃなくて、自分で写真を撮影して、オリジナリティのある記事をね、作成するとかね、そういったことをね、考えて、これからブログ運営、勤しんでいきたいなという感じに思っています。ブログっていうと、なんかめんどくさそうだなとか、そんな僕文章書けないよとかね、苦手意識持ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、やってみるといいっすよ。そんなことないですよ。本当に思ったこと書けばいいんだから。僕もはっきり言ってね、書くのなんかね、得意じゃないです。学校の作文なんか最悪ですよ。もう大嫌いですからね。無理無理無理。何を書いたらいいんだろう。ぐらいなタイプだったんですけど、まあ今やブログでガタガタって結構書いてますから。本当になんか、あ、楽しいって思いますから、本当にぜひね、皆さんにも挑戦していただきたいなという感じに思います。はい、そんなこんなで今回はですね、ワードプレスに切り替えて半年経ちました。現在の心境を語ってみました。お疲れ様でした。